楽しみ。ちょっとしかも正解もちゃんと用意してるから。ん、正解も、はい、正解も用意してますから。正解、はい、はい、じゃあ前の方にお願いします。はい、いきますよ。大丈夫、そこ見えてる。このマスゲームモノマネのなんか廊下に立てるテーマは、はい、これ皆さんが多分知ってるものだと思います。知ってる方が分かりやすいからね。お題、クレヨンしんちゃん。よし、これ終わった。はい、どっちからいきますか。来た来た、どっちからいく。はい、じゃあ NT のクレヨンしんちゃんモノマネまで3、2、1。なんだこんねえさん。はい、続きまして。ちょっと待って待って、あれ誰、誰今誰押したけど、誰押したけど、誰間違えた、押しちゃったよね。まず行きたかった、ごめんなさい。まあ、七子お姉さんと親しいのは分かるよ。自分の中のおじさんが出てしまいました。小さなおじさん、そうです。はい、続きまして、はい、メグオンまで、しーちゃんまで、はい、3、2、1。綺麗なお姉さんが好きだ。ちょっと何言ってんだよ。どうですか、しーちゃんっていうよりはなんか東北のエロ親父でしたよね。じゃあ私、東北のエロ親父じゃない、エロ親父だよね、モノマネで言うと。細かすぎてけ。2人が言ったやつをしーちゃんだったらこうやってやりますっていうね、やらせていただきます。ちょっと振っていただいて。巻き入ってます。あ、巻き、すいません。チェルさんのしーちゃん、どうぞ。七子お兄ちゃん、ほほーい。あと何だっけ。ほら、綺麗なお姉さんが好きだぜ。はい、やばい。あの、声担当してる方ですか。あ、次狙ってます。はい、以上バラエティーコーナーでした。